東海ステークスであればちょっとこのメンバー構成でいくと面白いかなと思って、それだったらやっぱね皆さんにはねこう面白い方がやっぱ見ててもいいかなと思ってますので、こちらの東海ステークスの方させていただきました。データ的にはやっぱ高齢は7歳以上の活躍あんま、おすすめしないとは書いてあったんですけども、まあでも過去10年で見ればまあそこそこの活躍を出してるので、はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね1月23日の日曜日、中京競馬場で行われる、東海ステークスの、本命発表と買い目、そして、それからの馬券購入からのレース観戦で最後に祝勝会か反省会のいつもの動画になっております。ね、今回中山も AJCC あるんですけども、あえて東海ステークスの方を選んで、動画を作ってます。まあ理由はね、まあ、AJCC はちょっと今回、まあ、前回の動画でも言ったんですけども、多分本命決着で結構固めで決まるかなとは思ってまして、まあ、東海ステークスであればちょっとこのメンバー構成でいくと面白いかなと思って、それだったらやっぱね皆さんにはねこう面白い方がやっぱ見ててもいいかなと思ってますので、こちらの東海ステークスの方させていただきました。 AJCC の方はね最後に、自分の本命だけ伝えたいと思います。まあ多分分かってるとは思いますけども、あの馬ですよ、菊花賞本命にした、まあね、それはいいとして、まず東海ステークスですね。今現在1番人気はオーベルニュかな、6枠11番、まあ昨年の勝ち馬ですよね。ですが、まあ、私の本命、もちろん1番人気なんか本命にはしませんよ、こういう時は。私の本命は、まあ、前回動画でも言いましたけども、じゃん、5番のスワブ・アラミス、スワブ・アラミスにさせていただきました。まあ、この馬はですね、まあ、重賞2勝してまして、まあ、この中でも実績的には、まあ、上の方の位置にいるんじゃないかなとは思っております。で、まあ、前走チャンピオンズカップで8着だったんですけれども、8着で、タイムが 1.6 秒離されたんですけども、1着か2着か確か6馬身差ぐらいだったのかな、1秒弱離されてるのかな、で、まあ、2着中和ウィザード、僕チャンピオンズカップの本命だったんですけども、まあ、それからスワバラミスって 0.6 秒差だから、別にそんな3馬身長以外の差しかついてないので、まあそんな2着からに関してはそんなに負けてる印象ではないです。で、今回1番人気のオーベルニュはチャンピオンズカップ6着だったんですけども、オーベルニュとは 0.2 秒差1馬身弱の着差なので、まあここで入れば、まあその差だったらね、逆転できる範囲なのかなとは思っております。で、まあ、金量もね、前走より1キロ減ってまして、でオーベルニュに関しては据え置きになってますので、まあ、それの差も、考慮すれば全然逆転もあり得るような気もしないでもないです。はい、で、東海ステークスなんですけども、意外と高齢馬も活躍してるんですよね。まあ、7歳馬もなんだかんだで連帯勝ったり、勝ち馬も出てますし、まあ、連帯馬もまあ結構いますので、まあ、ただそのデータ的にはやっぱ高齢馬7歳以上の活躍あんま、おすすめしないとは書いてあったんですけども、まあ、でも過去10年で見れば、まあ、そこそこの活躍を出してるので、まあ、スワーブ・アラミス、まあね、実績的には上なので、まあいい成績じゃ、いい成績というか、まあ、3着以内には入るんじゃないかなとは思っております。で、まあね、これよく僕何回も言ってるんですけど、やっぱ白山大商店が多分レベル高かったんじゃないかなと思って、そこの3着馬でもあるので、まあね、ここ本命にさせていただきました。
で、サーバーダメのミニスはちょっと人気そんなないので、まあ、生まれんワイドでちょっと手広く買わさせていただきます。こんな感じです。で、まあ、5からグレートタイム、アイオライト、アナデリュードバーンで、まあ、早やっこでオーベルニュ、ブルベアイリデとサンライズホープ、まあ、この7と、ちょっとね5枠9番の献身校もいいかなってちょっと思ったりもするんですけれども、まあ、これはねまた、明日ちょっと考えたいと思います。もしかしたら買うかもしれませんが、まあ、東海ステークス、の買い目になります。まあ、第一本戦は、まあ、スワーブアラミスからオーベルニュで、まあ、サンライズホープあたりを厚めに買っ、あでもグレートタイムかな、まあ、その3頭ちょっと厚めに買わさせていただきます。で、JCC なんですけども、まあ、これはね、僕菊花賞でも本命してた11番オーソックレースにしたいと思います。まあ、これ一番人気だからもうね、ほんと一番人気から買うっていうのはちょっと僕あんまり、自分の美学じゃないですけど、それには反するんですけども、まあね、菊花賞でもお世話になったし、まあ、ここだったら全然実績は抜けてると思いますので、オーソックレースから、まあ、多分、ワイドは買いません。馬連馬単で勝負させていただきたいと思います。はい、まあ、こんな感じですかね。で、また今回もですね、これからお家帰って寝て馬券を購入しに行きたいと思います。まあね、3週連続勝てるようにしたいんですけども、土曜日の競馬は本当に今日本当に散々な結果でしたんで、ちょっとね不安ですが、まあちょっと頑張ります。それでは、消灯。はい、おはようございます。はい、今競馬場から帰ってきました。ね、また競馬場、映像とか見れなくなってしまったので、本当もう買うだけ買って、でもちょっと一レースぐらいやって、ものの見事に外れてから、帰ってきました。まあそんな感じで。まず東海ステークス、ワイドこんな感じで、500円ずつ買ってます。で、馬連は点数絞って4点買いにして、まあ、こんな感じで400円ずつ買ってますね。で、あとはもうね、東海ステークスはねワイドだけちょっと厚めに買いました。こんな感じで、まあ、一番のおすすめは5番、まあまあ5番、11番、5番、15番はちょっとね厚めに3000とか2500円とか買ってます。で、東海ステークスは、合計1万2100円使いました。で、中山はもう馬単だけ買いました。馬連がこんな感じで買ってます。11からで、まあ、なでアンティシペートとかがね、来たら面白いかなと思ってます。と、あとは、こっちが馬タンで、と、馬連の厚め。買ってまーす。81、2000円買ってるので、あ、82000円買ってねえや。61か、2000円買ってますので、まあ、来ても取り紙になると思いますけども。で、合計で、JCC は9100円使わせていただきました。で、これで、2レースで合計で、21,200円、本日それで勝負させていただきます。3連勝なるか、これからレースをちょっと見て、きたいと思います。はい、今東海ステークスとアメリカジョッキーズクラブカップ終わりました。皆さん、結果はどうだったでしょうか。私の本命東海ステークス、スワブアラミス、アメリカジョッキーズクラブカップ、オーソックレース、結果はですね、ジョン、スワブアラミスが1着に来ました。まあ、オーソックレースは6着でちょっと残念だったんですけども、いやでもスワブアラミスはね、良かったです。松崎州、グッジョブでしたよ。まあでも、
レースは、まあ、中盤はねずっと後方の方で位置つけてて、ちょっとんって思ったんですけど、やっぱ直線入ってね、いい外出した時もんって思ったんですけど、そこからね豪快に伸びてきました。じゃあ強かった。まあね、やっぱ実績的にはね、やっぱこの中に入ってもね見劣りはしないと思っていたので良かったです。まあ勝つとはちょっと思わなかったんですけども、まあオーベルニューをねギリギリでかわして勝っていただいたことで、まあ10勝3勝目おめでとうございます。で、私は、まあ小馬連とワイド、ワイド2点、まあほぼ本線と、まあね2番手につけてる馬を当てさせていただきました。ありがとうございます。で、まあ、アメリカジョッキーズクラブカップなんですけども、まあ、まあ遅くですね、まあ、結果論からいくとね、ちょっと太かったと今さっきルメール騎手コメントが発表されてたのであれなんですけど、まあ、プラス10キロっていうのはやっぱちょっとね若干太かったのかもしれないですね。であとはやっぱりまだ5戦しかしてないっていうので、まあ、ちょっとねやっぱキャリア不足っていうのもあったのかもしれません。であとはもうね3着まで来たのがねもう最高峰とかにいた馬がね直線で一気に伸びてきたって感じだったので、まあ前々につけてた馬はちょっと厳しい展開だったのかもしれなかったですね。まあでも遅くレースはねちょっと頑張ってほしかったな。うん、やっぱりエフフォーリアに並ぶ馬として頑張ってもらいたかったんですけれども、まあでもねまだこれからの馬ですから、お母ちゃんも4歳秋から5歳にかけて急成長した馬だったので、まあ、遅くレースもねこれからまあやね絶対 G1 取れるような馬だと思いますので、まあねこれからも応援していきたいと思います。はい、ということでカフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、1月23日日曜日の、中京競馬場の東海ステークスと中山競馬場のアメリカジョッキーズクラブカップの、本命と買い目、からのレース観戦の今回は、まあ、東海ステークスが当てたので、まあ、祝勝会って形になります。まあ大幅のプラスになったのかな、東海ステークスだけに関して言えば、まあ、12,100円使わせていただいて、払い戻しが5,690円となりました。あとまあおまけですけど、まあ、小倉のメインですね、まあ、これもワイドで17っていうのが的中してました。これ13倍ついてたので、まあ、6500円ぐらいになったので、まあ今日1日だとまあまあまあいい感じになったかな。でも携帯の方がマイナス1万5000円ぐらいになってるから、まあそれ引いてもね今日は1日プラスになったので、まあ楽しく競馬をできたと思います。で、ちょっとね今週週中に1本動画上げれたら上げたいんですけども、まあ一口馬主の進捗状況の動画をちょっと上げたいと思います。ちょっとね進展があったので、まあそれもね発表できればいいなと思っております。で、今日もね最後までご視聴していただきありがとうございました。今回のレース当てた皆さんおめでとうございます。でね、まあ、残念ながら外れてしまった人、まあ、また来週頑張りましょう。僕もねアメリカジョッキーズクラブカップも当ててね3連勝したかったんで、また来週頑張りたいと思います。で、できたらね、この動画の1個前にねおすすめ馬の数で、まあ、数とピックアップして紹介する動画あったので、まあ、ぜひねそちらを見ていただけるとね僕が何を買ってるのかが分かるので、あ何を買ってるかっていうか、まあ本命候補の馬を挙げてるので、よかったらねそっちも見ていただけるとありがたいので、よかったら、まあ、チャンネル登録と高評価、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。